はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はですね、心理学の中でも、まあ、最も大切なものに近いんじゃないですかね。やっぱりやる気を出すっていうのってすごく大事だと思うんですよね。そんなやる気ホルモンと呼ばれるドーパミンを出すための方法っていうのを今日はご紹介をしていきます。はい。ね。まあ、脳が、これをやるぞ、いいぞ、これをやるといいぞとか、これを手に入れようって思うと、まあ、やる気を出すんですよね。で、そのモチベーションを上げるためのホルモンとして、やる気ホルモン、ドーパミンっていうのが必要ですよと。じゃあ、そのドーパミンって、たくさん出るとどんないいことが起こるのっていうと、まあ、時間を忘れて、仕事や勉強に没頭したりとか、まあ、スポーツだとゾーンに入るってやつですね。バスケットボールで言うなら、なんかシュートを外さなくなるとか、それから、まあ、全体的に集中力が上がるということが言われたりしています。で、逆にドーパミンが出ないとどうなっちゃうのっていうと、結構あるんですよ。やる気がなくなったりとか、仕事の先延ばしが当たり前になってしまったりとか、何をしてても楽しいっていう風に思えないとか、いつも疲れてるな、なんとなく疲れ感じてることってありますね。そういう状態になったりとか、気分の上げ下げが激しくなったりとか、記憶力が下がったりとか、それからまあ何かの中毒、まあ、タバコとかね、薬とかに陥りやすくなっていくというような状態になっちゃいます。で、まあ適度に出てればいいんですけど、なんだろうな、出すぎちゃうとどうなるかっていうと、まあ、なんか頂上決戦のようなルフィの状態になるんですよね。ね、ふっとした瞬間に、まあ、スイッチがオフになってしまうと、疲れがどっときて、なんかもう潰れちゃうと。まあ、ただ、出ないよりはマシなので、今日はドーパミンを上手に出すための方法っていうのを紹介していきます。これはもう今日すぐにでも実践できるような方法も含んでますね。ドーパミンを出す方法に関しては、トータルで17個あります。はい。1個ずつやっていきますね。まず1つ目、エクササイズ。まあ、運動しましょうっていうことですね。で、まあ、結構、なんて言うんでしょうね、ハードルの高いなっていう印象だったんですけど、1日50分前後の有酸素運動。まあ、これは走りに行こうって50分も走るのしんどいですから、歩くだけでも OK です。で、週3日くらいのペースでこなすと。で、しんどい運動じゃなくていいですよっていうことですね。まず1つ目がエクササイズです。そして2つ目に音楽なんですけど、じゃあクラシックがいいのとかってそんなあるんですけど、そんな関係なくて、ドーパミン、自分のテンションを上げるためだったら、まあ、心地のいい音楽だったら何でも OK です。はい。で、あとは太陽を浴びましょうということですね。目が覚めたらとりあえず、まあ、朝日を10分浴びるだけでも、そのドーパミンが出て、今日一日頑張るぞっていうやる気が出やすいということです。そして続いて瞑想ですね。瞑想に関しては、やっている期間が長い人ほどドーパミンが大量に出るんですよね。で、反対に瞑想をやらなくなってしまうと、ドーパミンが下がるということですので、これは定期的にやるっていうことをお勧めします。はい。続いてマッサージですね。は、これっていうのは実はストレス解消だけじゃなくって、ドーパミンを増やす作用もあったっていう話なんですね。で、マッサージが気持ちいいなって感じるのは、まあ、リラックス効果があって、そのリラックスのおかげでドーパミンが出るからっていうことを言われています。まあ、今だったら60分で2980円とかでやってくれるような、マッサージ屋さんもあったりしますんで、まあ、そういうのを、月に1回自分へのご褒美とかでやってみるのもありじゃないかなと思いますね。それから続いて、タンパク質を摂取しましょうです。はい。まあ、タンパク質って言ったら、胸肉と、鶏の胸肉とか、まあ、卵、できれば全卵ですね。白身も黄身も食べましょう。それから魚全般とか、ヨーグルトね。で、タンパク質食べると、アミノ酸っていうのが作り出されるので、アミノ酸が結局ドーパミンを生成するのに必要なことですっていうことです。そして続いて、バナナですね。バナナ!はい。で、やる気が出ない時の必須果物です。で、タンパク質と一緒に食べると、さっきの胸肉とかね、卵とかと一緒に食べると、効果アップですね。生卵にバナナ突っ込んで食べるとかそういうのやめてください。多分吐きますよ。はい。で、ちなみに僕は毎朝食べてますね。はい。で、続いて8つ目、オリーブオイルは、これはね、ドーパミンを増やすというよりは、ドーパミンが減るのを減るのを食い止めてくれる作用があったりします。まあね、パスタにかけたりとかすると美味しかったりしますよね。はい。そして続きまして、緑茶ですね。はい。まあ、テアニンという効果が、テアニンという成分がなんか効果あるんじゃないかと。ただこれは可能性があるかも程度なんで、まあ、バナナとかオリーブオイルを摂取するよりは、まあ、効果薄いかもしれないんですけど、まあ、試す価値はありですね、ということです。で、まあ、緑茶の中にカフェインとかも入ってたりしますからね、これね、10番目。で、カフェインに関しては、コーヒーで運動のパフォーマンスが上がるなんていうことも言われたりしてますんで、まあ、ある程度の、効果はあるんじゃないかと言われています。で、チロシン
は、まあ、タケノコとかで摂取ができるさっきのタンパク質と同じでアミノ酸を生成するのに必要な物質になっていきます。それから続いてマグネシウムについては魚介類とか野菜とか豆類で摂取ができます。で、脳の働きとか睡眠にも効果があるなんて言われたりしましたね。はい、まあ、こう考えると食事ってすごい大事だなっていうのがいろいろ出てきてますよね。続いてクルクミンっていうのはウコンですね。まあ、これはまあマウスでの実験のみですし、ウコン飲むので酒飲む人がこうね居酒屋に入る前だったりとかするんで、あんまりこうお酒とか普段飲まれない方に関しては関係ないかもしれないですね。それからセントジョーンズワートっていうのがあって、これなんだって話ですけど、まあ、ハーブの一種らしいですね。で、これはメンタルへの効果があると、うつ病に効くというふうにも言われてますね。ドーパミン 増加にも必要だったりします。それから S アデノシルメチオニンというものがあって、これはシジミから摂取できたりします。まあ、サプリで調べてくると、サプリで調べるとまあ、結構ヒットもしてたので、まあ、シジミをね食べるのがちょっとなっていう人はサプリで取るのもおすすめですね。それからムクナ豆、これは豆の一種ですね。まあ、バナナに近い効果がありますよっていうことです。まあ、バナナに近い効果があるんだとしたら、ちょっと文献には書いてなかったんですけど、もしかしたらタンパク質と一緒に摂取すると、まあ、より効果高いのかなとは思いますね。で、最後カバですね。はい、不安対策に効果のあるハーブということです。なんかドーパミンをまあ下げるっていうのを食い止めてくれる作用があるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、なんかやる気が出ないなとか、もっと素早く行動ができるようになりたいなって思う方に関しては、やっぱドーパミンの量っていうのが非常に大事になってきますんで、そんな方はですね、まあ、ぜひこの今紹介した17個のうち、自分にできそうって思うものと食べられそうって思うものをぜひチャレンジしてみていただけたらと思います。はい、まあ、週半ばに入ってきてね、ちょっと中だるみをする時期でもありますから、まあ、そういう人たちはですね、あの週末まできちんと最後まで走り切れるような状態に持っていくためにも、ぜひですね、このドーパミン摂取っていうのをやって、ドーパミンの、まあ、生み出しっていうのをやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。